ブナカ樹木胃腸病とは、コナラ族を中心とする、ブナカ樹木に発生する病気。通称は、ナラカレや、ナラ類の集団子孫、以下でも、ナラカレを用いる。聖火から万火にかけてに現れる葉のしおれが、この病気の兆候である。その後1週間から2週間程度で葉の色は、急速に褐色に変わり全身腰に至る。腰にの根元には細かい木屑が散乱し、 幹には小さい穴が多数認められる。コシギを伐採すると偏在部は茶色に変色している。ナラキン・ラファリー・カーシベラと呼ばれる菌類の一種の感染による。ナラカでコシギからはカシの長き食い虫と呼ばれる長き食い虫の一種が高確率で発見されることが知られていた。戦前から欧米で蔓延し大きな問題となっているニレタチガレ病のようにキクイムシや その禁煙の昆虫類は樹木の病原菌を媒介することがあるため、本病についても何らかの病原菌が関与しているものとして研究が進められた。1998年、森林総合研究所の研究グループが、コシギの変色木材内、及び菊虫体表などから見慣れない菌が高確率で発見される現象を報告。 さらに接種試験後の水なら残しと病原体の細分離を確認し、病原と同定された。理病個体における着色溶液の投与の結果などから、奈良菌の感染から奈良類残しに至るメカニズムは欧米で蔓延する、ニレタチガレ病のそれと似ており、菌の感染により、樹木側が防御反応として、チロースなどを形成して、菌類を閉塞し菌の拡大を防ぐことを試みるが、 これにより、同感も閉塞し水を吸い上げられなくなって腰してしまうのだと考えられている。ラファリー属菌は世界で10種余りが確認されており、そのほとんどがキクイムシ長キクイムシから検出されているという。植物に関する病原性を引き起こすことを知られているものは知られていなかったが、本病の発見に続く形で、アメリカにおいて、R ロリカラ、や R カナデンシスが、 クスノキカ樹木、韓国において、アール・クワーカス・マンゴリカ、ヨーロッパにおいて、アール・カナデンシスやアール・モンテタイが、ブナカ樹木を起こしさせる例が近年相次いで、報告されている。媒介者は、ほとんどが本病と同族のプラティペス族の、長キクイムシ類、アメリカの例のみ、キクイムシの一種ザイルボーリス・グラブレイトスだという。ヨーロッパ産同族種プラティペス・シリンドラス・キクイムシ、 長きクイムシ類はゾウムシに近い種類のカブトムシで、その名の通り毛を食べる。多くは地味な体色で、小さいが非常に多くの種類が知られる。キクイムシ科、長きクイムシ科などいくつかの大きなグループがあり、本病の歌詞の長きクイムシは、長きクイムシ科に属する。山形県における観察ではこのキクイムシは6月から7月にかけて、腰目内で浮かし、 このキクイムシの成虫にはナラキンを蓄える場所がある。彼らは浮かご、直ちに新しい木に潜り込む。この時フェロモンによって何十匹ものキクイムシが同じ、木の同じような高さに集まり潜り込むという性質があり、これをマスアタックなどと呼ぶ。この性質がナラキンの病原性を強めることを助けるという見方があり、単独では小さい範囲で繁殖しわずかな通水障害しか、 起こさないナラ菌ではあるが、長きクイムジが同じような場所に多数潜り込むことにより、ナラ菌が広範囲で通水障害を起こし病原性を発揮するというものである。ナラ菌を人工的に摂取する場合も、摂取箇所は多い方が病原性は強いという。ブナカジュ木の中でも菌に対しての感受性に差がある。経験則的に水ならは弱く、ブナは強いとされることが多い。 接種試験では、アメリカ産ナラ類のクワーカスルブラに対しても、病原性を示す歌詞の長きクイムシは、体型機を産卵対象として好み、体型機からの成虫脱出数が多いことから、体型機の増加が被害の増加に拍車をかけているのではないかという見方がある。ナラ類は、放火能力に優れるものが多く、かつての新丹林では、定期的に伐採しては、椎茸のほだけや、 新炭の原料にしていたので林内は若い木ばかりであった。しかし、家庭燃料が石油やガスに代わりならばやしは定期的な若返りをしなくなった。このために、菊シ繁殖に公的な環境になり、生息密度が増えた結果このような被害をもたらしているというものである。ただし、公害や地球温暖化の影響も指摘されており、温暖化の影響については、夏季の高温。 小雨の影響が取り上げられることが多いが、それよりも、冬季の高温や、春季の降水量の増加が被害を助長している、可能性が指摘されている。現在の方法は、全体的に、昆虫伝搬性の樹木の病気であるニレタチたレビ病や、末材線中病の防除方法に準じる。媒介者である、低い虫を駆除することで、病気の蔓延を防ぐというもので、現在主流の方法である。 具体的には、多数の成虫が脱出するコシギを切り倒して袋をかぶせ、薬剤で群定する方法が各地で実施されている。また、菊虫の脱出前に健全ギを切り倒して、丸太を並べ、それに誘引、先行させて、焼却などによって駆除する、エギ誘殺が、1930年代より、実施されている。合成したフェロモン剤をえぎ丸太に設置して、 捕獲数を増やす試みも始まっている。その他、オスが発散する集合フェロモンを利用して、誘殺するため、ペットボトルで作成したトラップを木に吊るす方法が開発され、これによって、数十万頭が捕獲され、被害が抑えられた例がもあり、各地で導入が始まっている。キクイムシの先行を受け始めた木に、殺虫剤を散布する方法でも防除に成功した事例がある。 宣例となる、ニレタチガレ病においては、キクイムシ駆除を目的に散布された DDT によって、小鳥が変死するなどの影響が見られた民衆の大規模な反対運動が繰り広げられ、殺虫剤散布は中止された。この運動のきっかけになったのが、レイチェルカーソン長の沈黙の春である、媒介者であるキクイムシの先行を防ぐため、木の幹をビニールシートや粘着紙で折ったり、 粘着剤を塗布する方法も開発されている。韓国での同様の被害では粘着性のあるシートを毎年数十万本に被覆するという対策を行っている。いくつかの殺菌剤が提案されている。ただし殺菌剤を注入した木が菊井虫による多数の選考を受けた場合3割以上が枯れる事例も多い。日本で 代表的な樹木病害である松彼が戦前から記録が残り原因究明が進められていたのに対し、奈良彼の歴史は浅く被害の顕在化と本格的な研究は1980年代に入ってからである。ただし、それ以前にも時折奈良彼らしきれ方をする答えはあったという。ありがとうございます。